スタメンリベンジどうもワシトークコウキですいや楽天ですねオープン戦絶好調すぎましておとといオープン戦の日程終了いたしましたが、えー、結局ですね16試合戦いまして11勝2敗3分けでなんとオープン戦初優勝しちゃいました。 いやこれ非常にね、う、えー、しいことではあるんですが、このオープン戦の貯金9どうにかね、えー、シーズンに持っていけないかなってね、考えたんですけど、まあ、無理でした。はいえーまあ、本当にね、えー、その貯金、もシーズンに持っていきたいぐらいね、もう今、絶好調でオープン戦勝ちまくっていたわけではあるんですが、 まあそんな中ですね、月曜日の試合の後ですかね、石井監督がコメントしておりまして、外国人2人ですね、2軍で開幕スタートということで、外国人2人とも2軍スタートということは、先日僕が撮りました開幕戦のスタメン予想動画、もうすでに外れたことが決定いたしました。いやあのー 今日ですね、このリベンジの動画撮るか迷ったんですけど、いや、開幕スタメンせっかくやるだな、当てたいなということで、ちょっとですね、2回戦やることにしちゃいました。なので、えー、皆さんもですね、この間僕の動画にコメントしてくださった方で、外国人リスター皆さんは、再度ですね、僕と一緒にスタメンをですね、考えていきましょう。ということで、えー、今日のですね、 動画の方撮っていいきたいと思いますでは早速スタメンの方ボードに書き出してありますので発表していきたいと思いますはい、えー、今回のスタメンこんな感じになりましたはい、まあ、外国人2人が入らないということで、えー、オール日本人打線ですね、えー、上から読み上げていきたいんですが1番レフト西川さん2番ショート強ポン、ん3番セカンド 浅村様4番指名打者島内さん5番サード茂木さん6番ライトレンちゃん7番ファースト大地さん8番キャッチャー安田君9番センターこぶちゃん。んという感じで、えー、今回の、えー、リベンジの、えー、このスタメン要素、えー、こんな感じに、えー、書かせていただきました。 いやあのこの打順のポイントとしましてはやっぱ9番ですね9番センターというところでコブ、えー、ちゃん、えー、置いたんですけどこれ非常に迷いました、まあ、あとの、えー、ポジションと選手に関しては、まあ、打順こそ開幕、えー、ちょっとねずれることあるかもしれないですけど、まあ、妥当なメンツが、えー、これね、えー、開幕スタメンかなと思います で9番センター、こぶちゃんの置いた理由をちょっとお話ししていきたいんですけど、まあ、あのこの間の最後のジャイアンツ戦ですね、こ、え、ぶ、ーまあ、ちゃんがセンターで、その日もスタメンだったんですけど、えー、途中出場の、えー、川君が最後、決勝タイムで打ったんですよね、スリーベース。 あのマジむずいなと思ってですね、まあ、コブちゃんかカー君のどっちかを予想される方ね、非常に多いと思うんですけど、まあ、僕はコブちゃんにさせていただきました。で、この理由になるんですが、まあ、打線のつながり見たときに、やはりですね、コブちゃんいた方が、まあ、あのこの間の最後の試合もえヒットこそえ出ていませんでしたが、まあ、フォアボール選んだり、バントしたりね、 このちゃんと9番のこのつなぎの役をコブちゃんが最後の試合になってくれていたんですよね。もちろんカー君のスリーベースもね本当に捨てがたいというかね素晴らしい一打だったんで、まあ、カー君センターねここも捨てがたかったんですけど、まあ、打順のこう巡りだったりねこうつながりだったり、まあ、いろんな部分を考えた中で、まあ、コブちゃんの方がスタメンに。 え名を連ねて打線的にもね1、えー、番西川さんにつなげていった方がねまあいいのかなというところで、えー、コブちゃんをスタメンにさせていただきましたもちろんねカー君の守備力もありますし あの、打撃もね、ちょっと、ぶ、え、ん、ー、回すところありますが、やはりこの間のような、えー、長打もね、打てるということで、えー、すごくね、魅力的ではあるんですけど、コブちゃんの方が、こう、この打線見たときに、まあ、やはり、つなぎというところで、いいのかなと思って、コブちゃんをスタメンに抜擢させていただきました。本当にここですね、マジで迷いました。まあ、タツミ選手も、 えー、この間、ファームの試合かなんかでちょっとね、出場してるっていう話も入ってるので、もしかしたら辰巳選手が土壇場で入ってくる可能性も考えたんですけど、まあ、石井監督の性格からして、まあ、やはりですね、えー、最後、スタメンを張っていたコブちゃんが、まあ、センターでスタメン出るのがね、妥当かなというところで、やはりコブちゃん、スタメンが最有力かなと思いました。まあ、あと打順 的にはそうですねまあ、この間は、えー、2番のね、つよぽを僕は9番にして、で、2番に、えー、浅村様にしたんですけど、たまたまその前日の試合が、なぜか2番浅村様っていうね、その試合、僕が予想するその1試合前に2番浅村様があったんで、これワンチャンあるんじゃないかなと思ったんですけど、全然なさそうでしたね。はい、<laughs> なのでまあ 1>, 1、2番、ここが硬いですかね、やはり。で、まあ、3番、えー、浅村様、えー、4番、島内さんでね、返して、で5番、茂木さん、で6番をね、ここ、まあ、大地さんとここ、れんちゃん、逆でもいいかなと思ったんですけど、打順というかね、右、左っていうところも少し考えて、まあ、6番、れんちゃん、ねあのまあ、ジャイアンツ戦でもホームラン打ってましたし。 えー、しっかりね、えー、開幕スタメンに名を連ねるだけの成績をオープン戦で残してくれましたんで、まあ、6番が妥当かなと思います。で、7番、第一さん、えー、8番、キャッチャー、んくんで、9番、センター、コブちゃんとね、まあ、下位打線は左、3人になってるんですけど、まあ、これが妥当じゃないですかね。どうでしょう、楽天ファンの皆さん。まあ、もちろん、あのー、島内さんをね、レフトにして、で、えー、センターに西川さん。 入れてコブ、えー、ちゃんのところを、まあ、例えば、えーまあ、黒川君セカンドだったりね、えー、吉明がセカンドスタメンっていうことも考えたんですけどやはりま浅村様はですね、まあ、打って守ってリズムを作る、ね、選手だと僕は思ってますんで、まあ、ここはやはり、えー、3番セカンド浅村様というね、えー、ところがしっくりくるかなと思って、えー、この並びにさせていただきましたはい楽天ファンの皆さん どうでしょうか、えー、ぜひですね、えー、このスタメンに意見をいただきたいんですけど、まあ、やっぱここっすね、9番センターコブちゃん、ここをどう,こう楽天ファンの皆さんが考えるかっすね、うん、まあカー君入れる方ももちろんいるでしょうし、まあカー君でもほんといいんですよ、うん、ここがね、めちゃくちゃむずかったっすね、今、あの動画撮る前にずっと15分ぐらい考えてたんですけど、 まあ、コブちゃんか、カー君か、どっちかなと思ったんですが、まあ、コブちゃんかなと思って、まあ、その、さっきも理由話したんですけど、まあ、並び的だったりね、その、つなぎの部分考えるとね、まあ、コブちゃんの方がね、まあ、確実性があるかなというところで、まあ、ちょっとね、今回、9番センターコブちゃんにしたんですけど、ただですね、コブちゃんがね、 もともと内野の、ねまあ、ショートセカンドを守ってる選手だったのが、まあ、この、ね、楽天の右投げ左打ちの、えー、外野陣が、ね、非常に層が厚い中ここに、ねえー、センターでコブちゃんが、ね、スタミナに入ってくるっていうのは、ね、またちょっと面白い感じあるかなと思うんですがほかガ外野手逆に頑張ってもらいたいんですけど、まあ、こんなところですかね。 開幕スタメンのちょっとねリベンジさせてもらったんですが、まあ、あのマルちゃんとギッテン選手もね本当にオープン戦では出場していましたがやはりちょっとね打席数が少ないかなというところで今回ね、まあ、開幕2軍で迎える形になったとは思うんですけど去年の外国人のことを考えますとまあ去年はねこの時期にまだ外国人2人とも来日しておりませんでしたのでその辺を考えるとまあ去年よりは こうステップアッププアというか今現段階では外国人ちゃんとね来てますし、えー、2軍で、えー、調整して、まあ、4月の頭ぐらいにこうチームに合流して、えー、力になってくれればと思いますので、まあ、それまではね、えー、こう日本人オンリーのねこの打線で戦うことになるかなと思うんですけど、まあ、でも非常にいいですねこれ改めて書いてみたんですけどこの並びだったりこの出てる選手も。 全然申し分ありませんので開幕スタメンね、まあ、この打順、この選手たちになるかねもちろんわからないんですけど、えー、まあ今年もね1年間楽天イーグルス優勝のためにね、もう皆さん頑張ってもらいたいですね。はいということで、えー、今回開幕スタメン予想、リベンジ <laughs> させてもらいました。まあ、皆さんも、えー、この外国人2人が、ね、2軍ということを踏まえて、 再度ぜひですね僕のコメント欄に新しく皆さんが考える最新の開幕スタメンの予想書いていただけたらと思いますのでぜひですねたくさんのコメントお待ちしておりますまた皆さんのねコメントもしっかりチェックさせてもらいますのでじゃんじゃん書き込んでくださいということでいよいよ明後日ですね開幕ということでもうワクワクが止まらないですというわけで明日の木曜日 夜10時からですね開幕前夜祭ライブですね、配信ライブやりたいと思いますので楽天ファンの方、プロ野球ファンの方、お時間ある方は是非です、ね、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。まあ、楽天の開幕相てロッテということで、皆さん、ですね持参でロッテのお菓子を持ってきて、ですね、まあ、それを食べながら、えー、ライブ配信、参加していただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 最後、えー、告知になるんですが、えー、今年中に和紙、えー、トーク、えー、チャンネル登録、とりあえずまず1000人をですね、えー、しっかり目標を達成したいなということで、えー、こちら目指して頑張っていきますので、ぜひですね、チャンネル登録のご協力よろしくお願いします。ということで、動画の方終わりたいと思います。この動画いいと思いましたら、ぜひ、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。またこちらの方からチャンネル登録よろしくお願いいたします。引き続き動画の方たくさん上げていきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。 それではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。